んにちは。松はいつも一人の松です。独身ラジオ第13回の収録でございます。今回のトークテーマはですね、ウクライナそしてロシアの情勢の問題だったりとか、漫画のお話だったり、サッカーの話だったりとか、私のここ最近の出来事だったりとかをトークテーマにお話ししていこうかなと思っております。なので最後まで聞いていただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。では早速入っていこうかなと思うんですけれども、まず一つ目のテーマは、ウクライナとロシアの、戦争の問題についてになります。私はですね、この戦争、まず一つ言えるのは起きるとは思っていませんでした。そこまで深くね、知らなかったっていうことももちろんあるんですけれども、まさか起きてしまうとはと、本当になんでって、もうそれがまず最初の一言目で出た言葉なんですけれども、もう戦争っていうのは、僕の、意見ですけれども、今まで、日本もそうだし、世界各国戦争っていうのは経験している国が多いっていうのは、もちろんそうだと思うんですけれども、戦争で、勝敗をきっちり決めて、もちろんね、得るものっていうのもあるのかもしれないけれども、それっていうのは人の命だったりとか、人の悲しみだったりとか、人の憎しみっていうのを生み出してまで生み出すものの、生み出す価値のあるものなのかっていうのをもう一度審議しなければならない時だと今僕は思ってて、僕はね、正直土地だったり権利だったり、どこの国はどっちの方がどっちを応援してるとか、どっち派とかね、正直ね、どうだっていいんですよ。僕にとってはどうだっていい。僕にとって一番重要なのはやっぱり人が平和で侵害されずに生き続けること、生活を送り続けることが大事だと僕は思うんですね。皆さんそれぞれにご家族がいたり、兄弟がいたり、友達がいたり、恋人がいたり、皆さんいらっしゃるわけじゃないですか。で、突如ね、その自分の友達だったり彼女だったり親がそういった戦争に巻き込まれて亡くなってしまったっていう事実を突きつけられたとき、受け入れられないと思うんですよ。絶対に受け入れられないと思う。それにね、やっぱりその命を落としてしまって、じゃあ国がじゃあどういうものをじゃあ次は手に入れましたかっていう時に、その土地を得るために、じゃあ私の兄弟恋人は亡くなったのって、そこまでかけて必要なものなのこれって、この国にって、やっぱ思うと思うんですよ。もう今のままで十分幸せじゃないと、今の幸せを脅かすようなことまでしてまでこんなことしなあかんって、多分ロシアの国民の方も思ってると思うんですよ。で、それは日本もそうだし、世界の方々もみんなそうだと思う。やっぱ争いっていうのはもうあってはならないし、もう人の命を奪うっていう、もう行為なんてもありえない。もうこんなことする人はもう最低の行為ですから、もう最低どころじゃない、悪魔の行為、もう人と人じゃない。そういうことを今もロシアとウクライナの国境のところで起きてしまっている。もちろんね、日本のニュースでは、ロシアの一方的な、軍事侵攻っていうニュースが流れているじゃないですか。もちろん僕はそのニュースを、一応信用はしますけど、現状現場では本当にどういうことが起きているのかっていうのは僕は全く知らないです。ニュースだったりとかで得る情報でしか知らないんですけど、軍事侵攻っていうのが一方的に行われているっていうのがもう本当に事実なんだったら、これはもう本当にもう許せないし、もう国民の、ウクライナ国民の生活を奪っている、平和な日常を奪っている。で、これを支持したのは間違いなくプーチンであることは間違いないと思うんですけれども、世界各国からね、このプーチンに対して、批判的なコメント、非難的なコメントも多く耳にするし、文字だったりでも見ると思うんですけれども、僕個人的にも、プーチンがどういう人なのか正直どうでもいいし興味ないんですけど、
僕がプーチンに対して思うのは、もう戦争を起こしてしまった張本人なので、責任は取らないとダメだと思うし、人の命奪ってますからね、自分の出した指示で。どういった形で責任を取るのか知らないですけれども、もう間違いなく今悪役になってますから、世界がこれだけ平和で平和を維持をしようとしている中で、ああいう問題を起こしてしまったわけですから、まあ、正直そのいい印象っていうのはもう今全くないですけれども、まあ、本当に、まあ、今とにかく思うことは、一刻も早くこの戦争が終わって、本当に亡くなった方に対して、本当に全世界がお悔やみを申し上げる日っていうのが早く訪ればいいなと思います。奪われてしまった命っていうのはもう帰ってきません。本当にあってはならないことなんですけれども、ちょっとごめんなさいね。僕はちょっと、もし自分だったらっていうことを考えてしまってちょっと話してしまうんで、ちょっと感情的になってしまうこともあるんですけど、もう一つ言えることは、本当にもうウクライナの国民の方がもういち早く平和な日常を取り戻せること、ね、ロシア軍が早く撤退すること、まずは本当にこれを、もう本当に願っております。本当にね、綺麗事ばっかり並べて何言ってんだこいつって思われるのかもしれないけれども、でもやっぱり思いっていうのは大事だと思うし、平和を願う心っていうのも大事だと思うし、僕はもちろん何かを起こせるわけではないですけど、でも僕はウクライナ、もちろん行ったことはないし、ロシアも行ったことはないんですけれども、手を取り合って仲良くできる未来が来ればいいなともちろん思うし、なかなかね、まあ、受け入れがたいニュースですけれども、早くね、今なら救える命っていうのを、まだ間に合う命っていうのを失わないためにも、一刻も早くこの戦争っていうのを止めていただけたらなと思います。では、じゃあ次の話ね、いこうかなと思うんですけれども、ごめんなさいね。まあ、漫画のお話になるんですけれども、私はですね、まあ、漫画を普段、まあ、よく読むんですけれども、普段はね、てかまあ普段というかいつもは、僕は紙派というか、コミック派なんですね。なので本屋さんまで行って漫画を購入して家に帰ってきて、まあ、包装されている袋を開けて、まあ、漫画を読む、そこに入ってる、まあ、広告みたいなのを見たりして、あ、こういう漫画が出るんだっていうのを、まあ、知ったりしながら、まあ、漫画を読むっていうのを、まあ、今まで行ってきてたんですけれども、最近ねちょっとこう電子の方にもちょっと力を入れ始めたというか、電子の方のコミックも手を出し始めて、まあ、より気軽に、まあ、本を手に入れることができるし、まあ、本を読むことができるし、まあ、確かに場所を取らないっていうね、まあ、大きな、メリットもあるんですけど、それで最近その電子の方にね、まあ、多少移りつつあるんですけれども、最近ねその電子コミックに行った時に、いいのか悪いのかちょっとよく分かんないんですけれども、まあ、読むじゃないですか。でやっぱりこう普段僕は仕事をしているので、読むのって大概こう家帰ってきてご飯食べて、僕はその後まずもう YouTube のことをまずやるんで、それでだいたい 4,5 時間ぐらい使って、まあ、夜、まあ、12時ぐらいになったらもう寝る準備してってなった時に、まあ、ちょっと漫画を読んだりするんですね。でその時に、まあ、僕漫画部屋っていうのがあるんですけど、その漫画の部屋から漫画を持って降りてくるか、新しい新刊のコミックでも電子書籍でも集めてるものは電子コミックをそこで買って読んだりするんですけど、最近ね漫画読みすぎて夜ちょっと寝不足なんですよ。まあ、これはまあ自業自得なんですけれども、
仕事がね、まあ、ちょっと朝早いのもあって、寝る時間っていうのはやっぱある程度確保しないと、やっぱ体調を崩す原因にもなるし、まあ、仕事にも影響を出てしまうし、一番最悪なのは YouTube の活動にもね、影響が出てしまう可能性があるので、本当はよろしくはないんですけれども、でもやっぱりこう漫画ってやっぱ面白いし楽しいし続き気になるしとかあるじゃないですか。で僕も多分皆さんも同じで、買い出したコミック、例えばこの漫画気になるな、一巻ちょっと試し読みしてみようって言って試し読みしたらちょっと気になって、一巻買ったら面白くって、じゃあ5巻出てたら全部まとめ買いしちゃって、その5巻全部読んでたら気づいたらもう3時とか、寝る時間あとちょっとしかないやんみたいな。多分まあ皆さんそれぞれあると思うんですけど、まあ、最近それがちょっと多すぎて、ちょっとやばいなと思ってるんですよ。まあ、お金もちょっと使いすぎてるし、まあ、ちょっとセーブしなあかんなと思ってるんですけれども、でもこれって、日本人ならではの幸せでもあるなと思ってて、それはやっぱコミックって、発売されて日本だと、まあ、すぐ読めるじゃないですか。でもやっぱり海外にいると、まあ、読めるんでしょうけど、まだ翻訳されてないとか、ちょっと時期がずれてくるとかっていうことがあるじゃないですか。だから特に発売日直後のものとかねはそうだと思うんですけど、あとこう日本語だからこそ理解できるなんかこう言葉とか、日本語で表現されてるからこそなんかこう分かりやすい言葉とも当然あると思うんですよ。あまりその外国語のことは詳しくないですけれども、まあ、だからこそそうなんていうかな、まあ、面白さだったりとかをより理解できるからその漫画にのめり込んでしまうっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱり仕事に影響とかね、YouTube の活動に影響が出ているなってここ最近は出て感じてるんで、ちょっとセーブしようかなと思ってるんですけれども、でもねこんなこと言いながらもやっぱ漫画って読みたいし、やっぱ皆さんのおすすめ漫画ってやっぱ知りたいんですよ。もう結構いろいろ読んできてるつもりなんですけれども、皆さんがね思うちょっとこう漫画おすすめ漫画っていうのを紹介していただけたらなと思ってるんです。なのでコメントとかでね寄せていただけたら嬉しいんですけれども、もちろんね僕が読んでる漫画とかを、まあ、紹介してくださる方もいらっしゃるでしょうから、僕が読んだことある漫画だと、あ読んだことありますって、まあ、コメントもしっかりと返させていただこうかなと思うんですけれども、まあ、皆さんが思うねベスト漫画みたいなものを、僕の今回のねこのラジオのコメント欄で、教えていただけたらなと思うので、よろしくお願いします。仕事に影響はねもちろん出ますけど、それでも読みたいんですよ。やっぱ探求心というかね、まあ、よく漫画欲っていうのはやっぱ止まらない。やっぱアニメ漫画っていうのはやっぱ日本の文化の素晴らしさだし、誇らしいことですから、この文化がね、絶えることなく続くことをやっぱ僕も願ってるし、毎日こういうねアニメだったり漫画に包み込まれてる人生って楽しいですからね、やっぱりね、紹介していただけると嬉しいです。で、まあ、次のテーマ、私の最近のお話になるんですけれども、まあ、サッカーのラジオをね、普段、まあ、ラジオ中心にやらせていただいてるんですけれども、ゲーム実況の方も、まあ、時折出させていただいてます。最近はデッドバイデイライト、ちょっと遅いのかなちょっと、まあ始めたんですけれども、もともと私はねゲーム実況者のツーブロさんっていう方々が大好きで、もう大ファンなんですけれども、今もツーブロさんが投稿される動画、ゲーム実況の動画っていうのは本当によく見させていただいてて、勉強にもなるし、まあ、彼らと同じようなことを、まあ、僕にはできないんですけれども、あんなにこう巧みに会話っていうのもなかなかできないんですけれども、でもやっぱその憧れだったり大好きだっていうことから始まって、僕もゲーム実況してみたいと思ってやってるので、ぜひねそちらも見に来ていただけると嬉しいんですけれども、そのデッドバイデイライトね、もちろんそのツーブロさんの映像を見て、勉強して、なんか自分ではこうできたような感覚でこうツーブロさんがプレイされてる映像を見て、あこういう立ち回りでやるんやとか、こういう動きだったらいいんやとか、こう見て勉強はしててできた気でいるんですけど、結構ね自分でこうプレイすると全然できないんですよ。それを最近すごく実感してて、めちゃめちゃ難しいんですよデッドバイデイライト。もともと僕がそんなにゲーム上手じゃないっていうのもあるのかもしれないけれども、まあ、必死なんですよね、まあ、毎回毎回プレイするのに。もうまず生き残らなければならない、
味方を助けなければならない、もうキラーにバレてはいけない。でも僕がね、まあ、超がつくほどのビビリなんで、あのロッカーに隠れても、まあ、なかなか出られないんですよ。もうちょっとその心臓なのボン、あのボクボクボクみたいな、なんか音が流れてたりすると、いやもう近くにおるんちゃうかい、どっかから見られてんちゃうかい、出てきた瞬間キラーが出てくるんちゃうかとか、まあ、ちょっとキャラクターにのめり込みすぎなのかもしれないけれども、でも本当にこうなんていうかな、本当に恐怖心との戦いというかね、もともとホラーが苦手なのもあるんですけど、もうプレイしてみてから余計わかるようになりますよね。で僕あの普段あのプライベートの方で、まあ、Apex をプレイするんですけど、 Apex はね、まあ正直言って全然上手くないですよ。全然上手くないし、もうエイムもめちゃめちゃ下手だし、もう敵に当てるのも必死ですけど、でもまあなんていうかな、まあ、やり始めてそれなりに日数が経ったから、まあ、ちょっとは上手くなったかなっていうのは、まあ自負はしてるんですけど、それでもやっぱこう他の実況者の方々、まあ、ツーブロさん以外の方々の映像とか見ても、いやもうこんなプレイできないわってもう本当にもう思うんですよ。もう本当すごいなって。どうやったらそういうなんていうか、その指の感覚というか、どうやってそこに合わせてんの。なんか僕はいつもその頑張ってその方々と同じようなプレイを目指してプレイするんですけど、結局そのエイムが合わないんですよ。なんか違うとこ打ってるとか、ちょっと頭の右上らへんをずっと打ってるとか、なんかヘッドショットを狙ってるつもりだし、なんかスナイパーとか持ってもしっかりと、もう僕個人的にはもうこれは当たると思って打っても全然違うとこ行ってるとか、まあようあるんですけど、そのね、上手くなる方法みたいなものって、なんかまあ練習あるのみとかって、まあ当然言うと思うんですけど、僕ねなんか、まあ、こんなも初心者みたいなもんね、初心者みたいなというか、まあ、全然上手くない僕が言うのもなんなんですけど、なんかこ そのエイムの感度を合わせる方法とかなんかあるんすかね。なんか僕のその感覚に合う感度みたいな、なんかちょっとだけこういじくってみたりしたんですけど、なんか何が自分に合ってるのか、何が自分に合ってないのかとか、そんなのが全然分かんなくって、まあ、とりあえずなんかそのApex だと射撃訓練場でひたすら練習してみたりとかはするんですけど、それでもなんかやっぱ上手くならないんですよ。やっぱ的っていうのはさ、一定に同じ動きしかしないんで、違うプレイヤーがプレイしてる時の動きみたいなことって起こらないじゃないですか。なんでなかなかね、まあ、練習にはなるのかもしれないけど、その実戦向きなのかなって言われたらなんかそんな感じもしないし、だからそのよりこうエイムが合うようになる方法みたいなのがあったらね、ぜひ皆さん上手い方ぜひいらっしゃったら教えていただけると嬉しいです。あとなんかエイムのその感度の設定の仕方とかね、僕本当にもう全くの素人で全く分かんないんで、やり方ご存知の方いらっしゃったら教えてください。コメント欄でよろしくお願いします。本当にお願いします。僕はねもっとね球を当てたい、その願望があるんでよろしくお願いします。ということで、今回の独身ラジオは、まあ、今回で以上になるんですけれども、今回はねちょっと、ウクライナとロシアの方の話でちょっとまあ自分の感情的にもちょっと乱れてしまいましたけれども、まずはね平和が訪れること、これがまず一番大事なことで、まあ、皆さんが同じように思っていただけてると思うんですけれども、いち早く、本当にいち早く問題が解決することを、日本の、そして大阪の一地域の一人の男として、祈らせていただいております。本当に早く、いち早く戦争が終わることを望んでいます。はい、ということで、まあ、今回の独身ラジオ第13回は以上になります。で最後にチャンネル登録と、コメント、そして Twitter、Instagram もやってるので、概要欄の方から、フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。